始まりました。今日はまさかのこんなのほほん動画なんですけど、今日は何をするかと言いますと、何の動画かと言いますと、アナザースカイが放送されました。見てくれましたか？やっと言えた。ここが私のアナザースカイ、裏話というかちょっとずつ話していこうかなという動画でございます。なのでこういう平和な感じでやっていきます。今日はどうですか？あったかいですか？今日めっちゃあったかい。これで寒いかなと思ったけど全然寒くなくて、なんなら結構この日差しがじりじりきてますよ。焼けるんだろうなこの日差しっていう日差しですねじゃあ何個か質問させてください。はい。アナザースカイが決まったって言われた時の、どういう気持ちだったのか。アナザースカイって感じでしたね。ずっと学生の時から見てた番組だったので、ここが私のアナザースカイってみんな知ってるワードじゃないっていうぐらい私の中では結構有名な番組だったから、しかもアナザースカイのイメージって今までの人生こういろいろ経験されて海外行ってる方とかのイメージだったんで、私のこの21年間で私のアナザースカイどこだろうってまず思いましたね。撮影中はどうでしたか？撮影はほとんど地元でも撮影したんですけど、最初の方の大阪ら辺行ってたところは、それが本当にこの緊急事態宣言とかあって久しぶりに大阪帰ったんで、別に変わってないけどめちゃめちゃ懐かしい感じがあって、裏話といえばかすうどん屋さん行ったじゃないですか。かすうどん屋さんでオーナーがめっちゃ昔から優しい人で、全国大会の時も優勝したら部員みんな連れてこいみたいな、うどんやったらおごったらよみたいな言ってくれてて、準優勝とか無理やったんですけど、その日も私がこのうどん振るの久しぶりにやらせてもらった後、なんかまたやりたいみたいな感じで言ってたら、一緒におったスタッフのみんなさんの分も作っていいよみたいな感じになって、それも全部作らせてもらって、で最後かすうどんのカップラーメンみたいなのあるんですけど、それがレジの下に置いてあって、こんなんあるんやってマネージャーさんと言ってたら、じゃあもうこれも持ってったらええねんって袋にブワーって詰めて全部持っていかせてもらって、なんかその後も事務所に冷凍のかすうどんを大量に送ってくださって、すごい優しかったし変わってないなって思いましたね。あとはホールとかもめちゃめちゃ久しぶりに舞台上入ったし、舞台裏の感じも見せてもらったから、うわー懐かしいな、またこうやってお仕事とかで戻ってこえたのが嬉しいなと思いました先生はどうでしたか？先生は変わってなかったですね。年取ってんのかなっていう感じでした。胸板も変わらず熱く、パワフルな熱量とかも変わらず、私が知ってる幸喜先生やって感じだったんで、あえてゆっくり話すのほんまに何年ぶりやろって感じやって、会ったりとか電話とかはたまにしてたりしたんですけど、あえてゆっくり何時間も話す、一緒にダンスまた教えてもらうっていうのがもうほんと6、7年ぶり、なんか結構緊張しました。成長を見てくれる先生やからこそ、伊原律香ちょっと劣化したなって思われたら嫌やなと思って、でもすごい成長したねって言ってもらえて嬉しかったですね。変わらなかった。ちょうどねクリスマスの時期だったんですよ、撮影したのが。だから、ちょっとしたクリスマスプレゼントみたいなの渡したら、クリスマスプレゼントくれてプレゼント交換しました。スタジオでの裏話、それこそ今田さんとは御堂筋パレードっていう大阪のイベントで一回ご一緒してて、その時は今田さんが MC で、私たちが荻野目洋子さんと一緒にバブリーダンスをパフォーマンスするっていうのだって、当時からしたら、うわ今ちゃんがこんな近くにおる、あんなテレビでずっと見てる人が、うわ芸能人って思ってたその方とまた3年後番組でご一緒できたのがめっちゃ嬉しくて、それを伝えれたのがめっちゃ嬉しかった。実はあの時お会いしてたんですっていうのが伝えると嬉しかったですし、アリスさんも事務所でお会いしたりとか、7人の秘書でご一緒させてもらったりとかで、最近ゆっくりじゃないけど撮影の合間とかもお話できる機会があったので、そのタイミングでアリスさんが MC をされてる番組に出演させてもらったことが嬉しかったですし、アリスさんがいたから結構割と素のまま収録もできたなって感じで、あのスタジオがすごい映ってる範囲のスタジオかなと思ったら、あれは5倍ぐらいあるスタジオなんです。本当はずーっと広くて、端っこにスタジオがある、椅子がポン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 って置いてあるって感じで、めっちゃすごかったですよ。ここだと換気しなくても外じゃないみたいなぐらい広かった、あのスタジオ。それびっくりしました。挨拶もアリスが、あ、そうそうそうアリスさんに最初楽屋が隣で、アリスさんのところに挨拶しに行こうと思ったんですけど、
その前の収録をされてたから挨拶できてなくて、先に用意しようって思ってもうメイクとか始めたらコンコンって来て、すいません今日はよろしくお願いします、広瀬アリスですって挨拶しに来てくださって、前違うバラエティでご一緒した時もやってくださったんですけど、そういう飾らないところ、すごい、まさかの先輩が後輩の部屋に挨拶しに来てくださるっていう。アリスそんな声高かったの？うん、なんかあ、すいませんよろしくお願いします、広瀬アリスですみたいな怒られそうやけど言ってくれて、私もよろしくお願いしますっていうのをやりましたね、収録前に。じゃあアリスと会うときはだいたいこれがいつもになってる感じ？できるときは私から挨拶するんですけど、タイミング合わないときはいつもそれやってくれます。気使わんようにやと思うんですけど、私が優しいです。アナザースカイで喋り足りなかったこととかありますか？喋り足りなかったこと、結構喋ったんですよ。コウキ先生と喋ったところもあれ何時間ぐらい喋りました？1時間半か2時間ぐらい、2時間いかないぐらいかな。結構スケジュール押すぐらい先生とも喋って、あのダンスもスタジオで教えてもらったダンスと別に最後踊ったダンスでちょっと教えてもらってない振りがあったと思うんですけど、あれは実際にステージ行ってからその場で教えてもらって、じゃあもう次やってみようみたいな感じだったから、ドキドキしながら、それも結構押して長時間撮影してたから、喋り足りないことはあんまないかも。それをギュッて編集してくださったなっていう感じ。あれ多分喋ったやつ全部やったらアナザースカイ史上最長の映像になってたぐらい喋りましたね。もしもう一度アナザースカイまた次回決まったとしたら、行きたい場所、行きたい場所は、落ち着いて海外に行けるのであれば、やっぱスペインかニューヨークに行きたいです。ブロードウェイの作品とかあんま見たことないんで、それ見たいっていうのと、スペインは NHK のEテレで旅するためのスペイン語を勉強してるんで、それを使ってまたフラメンコとかを本場で習ってみたいな。修学旅行以外で海外に遊びに行くっていうとかがなかったから、新しいここをアナザースカイにしたいなっていう場所としてスペインかニューヨーク行きたいです。これで終わるけど、なんか言い残したことない？YouTube の皆さん、YouTube の皆さん、またこうやって番組の後とかにも裏話だったりとかやっていくと思うので、ぜひアナザースカイ見逃した方見てください。絶対に見てください。伊原六花の全てって感じです。本当にどうやって出来上がったかみたいな感じなので、よろしくお願いします。ゆるっと動画でした。ちょん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 。